理事会の竹内和純です本日最後の一般質問になろうかと思いますどうかよろしくお願いしたいと思います先ほど来他の議員からもありましたように今年の佐義町には本当にたくさんの方がこの勝山市においでいただきまして本当にありがたいなというふうに思っています えまたこの参議院長に関われましたえ市民の皆さん特にえ町の皆さんにおかれましては半年あるいは1年以上かけてこの日を迎えたのではないかなというふうに思いますえそのご苦労に対しましてですね、本当にあの敬意を表したいなとえ思います福井県中の人が この勝山に集まったんじゃないかなと思うぐらい、私も歩かさせてもらいまして、そのように感じた次第です。もちろん、勝山市民の人は全員、ここに集まったんではないかなというふうに思います。こんな素晴らしいお祭りを、ですねやはり未来永劫、ずっと続けていってもらいたいし、続けていかなければならないなと。 いうふうふにえすそれでは、私の質問、コンパクトに3つお願いしたいなというふうに思います。まず1問目ですけど、有効な人口減少対策についてでございます。勝山市が抱える大きな課題の一つに、人口減少問題があります。 本市だけでなく全国どの市町もそしてこの福井県内の市町においても同様の課題を抱えているかと思います私が市議会議員に当選いたしました平成27年度の12月末勝山市の人口は2万4485人そして1年後の平成28年の12月 末人口が2万4千145人で、え一年間で340人の減となっています。また続きまして平成29年12月末人口は2万3千756人、一年間で389人の減。えまた一年経ちまして平成30年12月末人口が 2万3365人で、1年間で391人減となっています。1年間で平均370人から400名弱が減っていることになります。私の住んでいます平泉寺地区を見ましても、私が議員になって4年前からこの4年間で、 60人の方が亡くなられています。人口が減っていくということは、本当に地区内の活気がなくなり、とても寂しいものがあります。そして何よりも、地区の運営にいろんな点で支障が出てきているのも現実でございます。人口ピラミッドに言われますように、 まあ富士山型とか釣り鐘型あるいは壺型などが、えー、ありまして、えー、日本は、えー、壺型に当てはまると言われていますが、えー、平泉寺の人口ピラミッドを見ますとおた、えー、まじゃくし型と呼ばさせてもらっています、えー、頭だけが大きくですね以下の尻尾まで細い線になっているというわけでございます まつまり、えー、高齢者だけがこう大きくて、えー、少年、そして青年層、えー、子どもたちの年代が少なく、還、え、暦、ーまあ、といわれる60歳以下、ずっとですね、まあ、どの年代も数人しかいないという状況でございます。えー、つまりまあ人口減少というのは えー、最近起こってきたわけではなく、もうずっと前から、えー、始まり続けていたというわけでございます。えー、しかし、他方ですね、えー、平泉寺区以外、まあ、いわゆる南部地区って言うてるんですけど、赤尾とか大渡り、えー、等々ですね、平泉寺町全体を見てみますと、 えーまあ、実はあの平泉寺の保育園の在籍数は、ここんとこ最近ずっと増えてきているんですね。えー、定員30人を超えて、ここ5、6年はずっと増えてきています。まあ、子どもさんが、えー、増えてきたというわけなんですね。えー、平泉寺区以外のまあ他地区のまあ子どもさんのまあ数が増えてきたと。 いうわけで、えー、ここにもです、ね、人口減少問題の対策のヒントが、まあ、隠されているのではないかなと、えー、私自身はちょっと思っています。えー、そして、勝山市全体を見てみますと、まあ、年間400弱の人が減っていくこととなりますと、市の行政の運営にも大きな支障をきたすものであり、 人口ピラミッドがどのようになっているのか、対策を練っておかなければ、今のうちにですね、対策を練っておかなければ、次世代にツケを回してしまうことになってしまいます。そこで、有効な対策をと考えますと、やはり子育ての充実が一番に上がってこようかと考えます。だからこそ 本市においても子育て日本一を掲げているのもその理由の一つかと理解しています。子育て世代が安心して産み育てられる環境の整備や子どもの教育環境の充実や制度面での総合的な支援が求められるものと考えます。また、雇用環境においても 時代の変化に応じた職場づくりなど、子育てと仕事を両立できる環境整備や、企業等を誘致し、働き口の創出、担い手不足の解消も必至かと考えます。若者支援では、行政と市民が連携したちづくりを推進し、市政への関心を高めてもらうことや、 農林産業の後継者育成も大事かと考えます、まあ、このようにどの部門においてもさまざまな対策が考えられますそれでもそんな中特に有効な対策は一体何なんでしょうか果たして特効薬があるのでしょうか町内一丸となってこの問題解決にベクトルを合わせることが最大の 武器ではないかなと考えますまあ、どの部署においても全ての仕事が人口減少対策につながっているのだろうかと意識しておくことこそが大事ではあると考えますその点において市の見解をお伺いしたいと思いますえ2点目ですけどまあそんな中にあって 公益連携の考え方についてお尋ねしたいと思います。今、本市においても、福井・霊北連携中枢都市圏ビジョンが打ち出されていまして、連携協約の締結という段階かと思います。公益連携は、市町村の枠を超え、近隣の自治体が共同して事業を行うもので、事務の合理化、 効率化が可能となり、範囲が広がっても質の低下を抑えられる行政サービスに当てはめられるものと考えます。人口減少が進めば進むほど、単独での実施が非効率となる行政サービスが存在してきます。広域連携のの重要性はさららに増してくるものと考えられますが 市の見解をお伺いしたいと思います。二点お願いします。山口市長、有効な人口減少対策についてお答えをいたします。 人口減少問題は市政全般にかかる大きな問題であり最重要課題の一つであることから市の全計画の基本であり行政運営の総合的な指針となる第5次勝山市総合計画の改定において人口減少問題の克服緩和による地方創生の実現に向けた勝山市地方創生総合戦略を色濃く反映させ2020年の将来人口 2万3千人をを最大の目標に設定しし各種政策を推進しているところであります市が一丸となって対応するためふるさと創生移住化を旗振り役まとめ役として UI ターン希望者への温かくきめ細やかな対応に努めるほか進学や就職で一旦勝山市を離れる若者たちがふるさと勝山へ思いを馳せまた小中高生に対して いつかはふるさと勝山に帰りたいという気持ちを高めるふるさと教育の推進にも力を入れております。具体的には、移住者への住宅支援や、医療及び介護人材緊急確保奨励金、育英資金奨学金、返還減免制度など、働く、住む、クラスの多方面からなる建設化、 健康長寿化、教育総務課からなる各課の支援策を一つのパッケージとして整理し、友愛ン希望者に提供をいたしております。同時に友愛ン希望者が何を欲しい、何に困っているのか、まずは移住コンシェルジュをはじめ、ふるさと創生、移住家職員がしっかりとお聞きをし、町内各課との 密接な連携によるワンスストップサービスを心がけておりま,すまた本年度から新たな試みとして勝山高校とタイアップした勝山人学習を開始をいたしましたこれは勝山高校の生徒の皆さんが生まれ育った勝山市への理解を深め現状と課題を分析する中で最終的に勝山市創生プランを作成する事業であり 今回は市の様々な課の職員と生徒が意見交換を行いました。ふるさとに対する愛着を醸成して将来的には大学等を卒業後地元へ戻り生活する生徒を増やすことを狙いとしております。今後も多様なニーズに応え町内はもちろん県をはじめとした関係機関とも連携を図りながら 一旦都会へ出た若者や、第二の人生をアク,ティブにアクティブに送ろうとしているシニア世代等の勝山市への移住に向けた友愛ターン策を、オール市役所の体制で一層を推し進めるとともに、勝山市に住んでいる方にも引き続き住み続けたいという意欲が持てる施策を実施してまいります。そして、広域連携における市の考え方については、 議員の考えと同じく、今後、人口減少がさらに進行すれば、単独での実施が非効率な行政サービスが増加していくことが大いに予想され、志摩間の連携を図っていくこと、これは非常に重要であると考えております。すでにに区行政事務組合によるごみ処理や 介護区分認定審査等の実施や加賀越前加賀インバウンド推進機構によるインバウンド観光対策の強化など広域連携の取り組みを進めておりましてさらに福井・嶺北連携中枢都市圏の連携事業に参加することにより今後、進行するであろう人口減少少子高齢社会にあっても地域経済を持続可能なものとし 地域住民がさらに安心して快適な暮らしをいただむことができるよう、注意を払いながら、広域連携を含め、効率的な行政運営に努めてまいります。2> 2番番どううもありがとうございました、えーまあ、この,あの質問 させてててもらって、まあ、子育とというようよなことで前回も質問させていただきましたあの、えー、子育て支援センターですね、えー、ちょっと訪問してみましてどのぐらいのお母さん方が子どもさん連れてって,思って、えーまあ、実はあのたくさんの子どもさんがいてびっくりしたのが、えー、現実といいましょうかこんなたくさんいたんかなと。 でそこの先生にちょっとお,お,お考えしたんです、ね、ええー、どのお母さん方も僕はそこの,あの,支援センあの支援センターですね、えー、よその市町と比べてちょっと物足りなと思うようなことで質問させてもらったんですけどいや実はここの支援センターあのみんなお母さん方喜んでるってこう言われるんですね。えー、もちろん都会からこう帰ってきてのあの 地元で生まれたというお母さん方も含めてですけど、えー、待機児童がなく、うん、すぐに保育園に行かれるしというふうなお話もありました、えー、それと最近のお母さん方は数を言うとまた怒られるかもわかんないですけど3人はみんな産むっていうんですね一時はもう一人で十分という時代だったかなって思ってたんですけど。 3人に何も抵抗はないらしいんですね。ああ、そうか、そんなありがたいななんて思いました。まあ、それとあの、旦那さんがしっかりしたお勤めがあれば、全然問題ないんですって、もう言っておられましたね。まあ、それ以上に問題なのは、結婚しない人が多すぎるって言ってられましたね。次回の質問は、あの結婚事業のことで質問させてもらおうかなって。 えー、思ってます、まあ、それとあの2番目の広域連携の件ですけどある人の段によりますと昨年はあの災害という言葉が言われまして一つは自然災害二つは二つ目は人災だとこう言われるんですね。人災って何かっつったらその、えー、アメリカファーストとか何々ファーストというふうな。 自分、保護主義といいましょうか、自分のとこさえ良ければいいという考え方が人災だというふうなことを言っておられた方がおられます。その考え方では、えー、私もそれは人災かなというふうに思います。やはり隣町、あるいは福井県、みんなで、まあ、仲よ中っうとなかなか難しいかもわからないですけど、 切磋琢磨しながら連携していくことが大事ではないかなと、えー、それとまあ、広域連携とちょっと違うかもわかんないですけど、自分さえ良ければいいという考え方では、えー、自分の町は持っていけるのではないかなというふうに思います。今ほど市長の広域連携の前向きな考え方に対しまして、ぜひ、えー、頑張っていってほしいなというふうに思います。えー、2つ目に 勝山市教育に関する対抗についてご質問いたしたいと思います。地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部改正に伴って、教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の対抗を策定することが定められ、勝山市においても平成27年10月に、 教育に関する対抗が策定されました。対抗の期間は、第5次勝山市総合計画の期間に合わせまして、平成27年度から平成32年度までの6年間となっています。その期間終了の6年目の2020年度から 文部省が打ち出してます、文科省が打ち出してます、新しい学習指導要領がスタートするわけでございます。そこで、次期学習指導要領の改定に伴って、新たに勝山市教育大綱を策定される計画があるのかどうかお伺いしたいと思います。また、来年度の平成31年度中には、中学校再編、 検討委員会から再編の方針が出されることも相合わせましてですね、ご答弁願えればというふうに思います。そして、平成27年度から始まっています、勝山市総合教育会議の会議録を読ませていただきますと、山岸市長の教育に対する熱い思いが、 よく理解できます勝山市の子どもたちがこんな子に育ってほしいと私も考えているところでございます市長のそのような熱い思いが子どもたちにどのように伝わっているのだろうかと、まあ、心配もいたすところでございますけど、まあ、伝えるとか伝わる 伝え続けるということは、実はなかなか難しいことではないかというふうに思っています。勝山市総合教育会議を何度と開催され、教育大綱を策定するということは、市長の思いが正しく、まっすぐに子どもたちに伝わるためでもあるのではと考えています。そのためにも、総合教育会議に参加される メンバーに現場の先生方も入っておられるのでしょうか。教育対抗策定以前から、市長は教育長と話し合いを密にされ、市長部局と教育委員会とのそごはないとのことでございます。市長の思いと教育委員会、そして現場の先生方とが連携し合い、同じ思いを持ってこそ、 勝山市のの子どもたちは健全に育っていくものと考えますそこで教育庁の見解をお伺いしたいなというふうに思います。また、教育大綱の中身のことでお尋ねしたいと思います。基本方策の学校教育について、次期学習指導要領の改定案を踏まえて、 プログラミング学習の推進やアクティブラーニングの授業方法などを教育大綱にどのように盛り込んでいくのか市の見解をお伺いしたいと思います以上2点よろしくお願いします本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたしますすみませんはい、ごめんなさいじゃあいいですか <laughs> 梅田教育長 ごめんなさい、すみません、失礼しました。葛城 <laughs> 市教育に関する対抗についてお答えいたします、えー。次期学習指導要領の改定に伴い、新たに勝山市教育対抗を策定する計画があるかというご質問に対してであります。えー、教育対抗は教育委員会制度改革の一環として導入され、自治体の長が 教育委員会と協議、調整して策定することとされたものであります。勝山市の対抗は平成27年度に策定され、期間は市の総合計画に合わせて2020年度までとしております。さ、えー、る2月24日あ、2月の14日でございますけれども、市長と教育委員、教育長で構成する総合教育会議を開催いたしまして、対抗に示す教育基本方針や 方策の進捗状況を点検をし、これまでの評価を行うとともにですね、今後の取り組みについても協議したところでございます。これはもう本先般2月14日でございました。はい。一方、新学習指導要領については2020年度から小学小学校に、そして2021年度から中学校に適用されると。 1>, 1年ずれておりますけれども、そこで新学習指導要領と教育大綱との関係でありますが、勝山市の大綱策定時にはですね、すでに新しい指導要領の考え方が公表されておりまして、この勝山の大綱にもですね、その骨子を反映した形になっております。従いまして、現在の大綱は予定通り2020年度までといたしましてですね、 2021年度に市長が教育委員会と協議の上新しい教育大綱に改定される、まあ、そういった形になるものと想定しております。なお、あの中学校の再編とは直接、大綱は関係なくてです、ね、当然、一つになってもです、ね、その大綱に基づく教育をしっかりとやっていくと、より効率的といいますか、パワーアップしてやっていくと、まあ、そういった思いを持っております。 次に、総合教育会議の構成メンバーについてであります。今ほどお答えしたとおり、総合教育会議は、法律で自治体の長と教育委員会で構成すると、このように定められております。もちろん、学校教育に関しましては、教育委員会で学校の状況や先生の意見を十分把握して、会議に臨んでおりますが、必要な場合には、意見聴取者の出席も可能となっておりまして、 これまでもです、ね、必要に応じてです、ね、小学校および中学校の校長会長に、この総合教育会議に同席をお願いをしているところであります。今後も総合教育会議の協議において、学校現場の状況とか、声が的確に反映され、市長、そして教育委員会、そして学校がです、ね、同じベクトル、同じ共通認識のもとで,です、ね、勝山市の教育施策が進められるように努めていきたいと考えております。 次に、アクティブ・ランニングやプログラミング学習の授業方法などを教育体育にどのように盛り込んでいくのかということでございます。まず、アクティブ・ランニングについてはですね、新学習指導要領の中においても、実はその表現は用いられておりません。ただですね、その考え方、すなわち子どもの主体性というものを喚起し、そして思考力とか判断力、表現力、コミュニケーション能力、 そしてまたみんなで共同する力、まあ、こういった力をです、ね、これからの社会で生き,生き抜いていく力という形で、す、え、べ、ー、ての教科やら活動を通じて養うという、まあ、新たな方針が貫かれているわけでございます。<laughs> そして現在の勝山市の教育大綱においても、まさにそのことをです、ね、つぶさに学校教育の手腕としてうたっております。それと プログラミング教育については、すでに各学校において準備をスタートさせております。これは単にプログラミングの技術を習得しようというものではなくて、物事を進めていく上で、プログラミング的な思考が必要であり、非常に有効との考え方に基づいて、学校教育に取り入れるものでございます。現在の市の教育大綱には、その具体的な用語としては明記しておりませんけれども、 子どもの論理的思考などをですね、多様な、などをはじめです、ね、多様な能力を養う一環としてです、ね、今後、しっかりと進めていきたいというふうに考えております、はい、番どうもありがとうございました。 今ほどの教局長の力強いお言葉をいただきましてありがたいなというふうに思います。えー、私もあの福井にいまして身、えー、体というのがありましたね。え身、ー、体のトップの先生から「武さん勝山はすごいよ」ってよく言われてました。 あ隣と比べるとあれなんですけど全然斧とは違うよと勝山の小学校中学校はすごいどんな先生がいるんやってよく言われてまして「いやそうですか」って言っていたんですけど今ほどの教師長の,その教育対抗に対する思いまたは市長の教育に対する思いが現場の先生方に伝わり えー、子どもたちの成長につながっているのかなというふうに感じます。えー、まあ国家100年の体系は教育にありとよく言われます。えー、教育はそれほどまあ大事なわけで、えー、市長がこの重要施策の一つに挙げてます、えー、将来の子どもたちのため、えー、子育て支援というようなことを えー、3つのうちの1つに挙げられているのも、えー、その市長や教育長の思いがですね、先生方、そして子どもたち、まあ、強いては保護者の方に、えー、確実に伝わっていってるんだろうなというふうに思います。えー、さらにです、ね、勝山の教育レベルをですね 挙げていってもらえればありがたいなというふうに思いますのでどうかよろしくお願いします、えー、3つ目最後ですけど、えー、市の広報のあり方と、えー、広報戦略について、えー、お伺いしたいと思います、えー、勝山市自治体広報のあるべき姿とは、えー、どんなものなのでしょうか市はどのように広報戦略を立てているのか おいいいしたいなとううふうに思います勝山市民の皆さんが日々勝山の情報を得ているのは一体何からなのでしょうかまた市外福井県内そして全国の方々が勝山市を知っていただくのはどのような方法なのでしょうかこのように一概に広報といっても 地域やゴール、コンテンツによって取るべき最適方法は異なり、どのメディアからどう発信していくのかの方法論も違ってきます。つまり、方法戦略をきちんと立てなければ、それ相当の効果は期待できないものと考えます。私の毎日の生活なんかに、新聞というものがあります。まあ、特に 地域ニュースは気になるものでありまして勝山市の出来事が掲載されているかなどうかなと探していますやはり掲載されていますと嬉しくなりますし逆に勝山市の行事などが載っていないと寂しいなと感じます、まあ、紙面の大きさや え、イベントごとの内容はともあれ、載っているだけで、勝山市は頑張っているな、なんて思います。え、地方紙の新聞一つを例に挙げても、このぐらいのイメージを持ちます。勝山市の存在やイメージアップを広く大きく発信することは非常に大事ではないかなというふうに思います。え、もう一つ、え、 まあ大野市に行きますと先ほどから大野ばっかりで申し訳ないですけどえ大野市に行きますと勝山はいいな行くとこたくさんあるし観光客はたくさん来るし大野なんか何もない誰も今はなんて聞きます。今度勝山では 大野は、ええ、わ食べるとこいっぱいあるし新聞なんか毎日出てるぞ勝山なんかなんもねと耳にもします一体どちらが真実なのでしょうか何が真実なのでしょうかどうして自分の町を悪く言って て。けなすんでしょうか？そして隣町を羨ましがるのでしょうか？え、何も自分の町を。偉そうぶることはありませんけど。卑下することもなく。自信を持って堂々と自分の町のいいところ。発信すべきではないでしょうか？ 勝山市民の皆さん一人一人が勝山市の広告塔ではないかというふうに思っています、まあ、そのためにも行政の広報の在り方や戦略を考える必要があるのではないかなというふうに考えますえ勝山市が全国区になる可能性を秘めた ダイヤの原石は必ずあります必ずどこかに眠っています地元の私たちはそれに毎日接しているため当たり前になっているがゆえにその価値になかなか気づきに気づきにくくなっているだけだと思いますその当たり前を外部の人の目にさらしますと 当たり前ではない点を見出してくれます。そういう意味で、よそ者の視点というのは重要かと思います。まあ、例えば、まあ、新聞記者の多くは、えーまあ、いわゆる、えー、勝山市外から来るよそ者の方ではないかなというふうに思います。そして、まあ、他の地域,地域についても、 よく知っておられると思います彼らの意見に耳を傾けることが思わぬ価値の発見につながるという例もあろうかと思います。町内全体の広報マインドが今一つ要因ではないかなというふうに感じます。伝えたいといとう情熱を持って とと情熱を持ってもらいたいなといたなうに考えます地球上すべての人々が情報発信を始めた今声を上げなければ存在しないのと同じと見なされてしまう時代となっています市の広報の在り方広報戦略についての見解をお伺いしたいと思います カビ総務部長、市の広報のあり方と広報戦略についてお答えいたします。笠間市では各報道機関の記者が円滑に取材活動ができるように市が行う行事事業の資料や また、区長、市民などから情報提供依頼があったものについても日々提供を行っております。こうした情報提供は、市内に記者を持つ報道機関で構成される、勝山記者クラブのみならず、他の報道機関にも行っております。現在、勝山記者クラブには、福井新聞、日刊県民福井、NHK、福井テレビ、福井放送が加盟しており、 庁舎内には記者と担当職員の間では、こちらからの情報提供のみならず、記者から率直な意見をいただくなど、日常的に情報交換を行っているところでございます。そして、4月から翌年2月にかけて、月1回、定例の記者会見を、勝山記者クラブ主催で開催をしております。 この中で予算大きな事業計画や行事については市長副市長をはじめ関係部課長からその場で記者に説明し質疑に答えておりますまた記者会見終了後には記者会見資料を他の報道機関に提供するとともに市の公式ホームページで内容を公開しておりますこのほかにも必要があれば臨時で記者会見を開いたり 担当主催の説明会を開くなど報道機関に正しく市の情報を発信していただき広く世間に広まるよう努めておりますそして今年度についてはこれまでに情報提供については350件以上定例記者会見では63件の情報を提供しております さらに C ではインターネットを活用し C 公式ホームページをはじめ動画配信サイトの YouTube のほか FacebookTwitter や Instagram といったソーシャルネットワークサービスを使い情報発信を全世界に対して行っております。これらのツールを使いさまざまな年代さまざまな地域に合った戦略的な情報発信を行うことで 効効果的・効率的な広報が可能と考えております今後も全庁一丸となり、さらなる情報発信に努め、勝山市民一人一人に、勝山市の魅力を理解,し理解いただくと,とともに、市外に対しても強くアピールしていくよう努力してまいります。 部長のあの答弁はあの行政の100点満点の答弁かなって思うんですけど、えー、はい100点満点の答弁だとは思うんですけど かーっとこうなんかこ来ないんかなってこう思うんですねあの先ほど言いましたように市長のこの教育長と語るあの教育に対する思いとかねこういうのがねこの先ほど僕言わさせてもらったこの広報マインドというのにねこう2万人の勝山市民が「なんと勝山って町や」って言い続けたら。 福井県、いやあ、それはそれはすごい町になると思うんですね、えー、こう淡々とこう記者会見と、えー、それも非常に大事、非常に大事ですけど、そんな気持ちで、えー、勝山を擁していきたいなという私の思いを持って、一般質問を終わりたいと思います。はい 福井市長。<laughs> あの今の、えー、思いは私も持っておりまして、えー、大野と勝山が同じ紙面に福紙新聞が載ってますよね。やはり大野のお記事の方が大きいし、みんなの一番いいところにポンと張り付いて、勝山市がポンとしたのというよくあることですよ。よ だからこれはやっぱりいろいろ福井新聞側の、ねあのー、記者の配置にもよるんですけど、まあ、まあこれあんまり言うと聞いてるだろうから <laughs> <laughs> 確かに事実ですからね大野支局とそれから勝山は栄、え、治、ー <laughs> えー、町と一緒になっているということでこう距離点的な、えー、移動の時間は食われるということで、えー、まあ 一生懸命やっていいいるるんんでしょううけども密ななな時間が取れないということとこあるんじゃないかとだからそれを補うためには勝山市からどん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 発信しなきゃいけないわけです。で私はあのそういう気持ちは持っておっても結果的に発信するのは職員ですから課長部長にこの前言いましたのはあの勝山市で今行っていることはそれぞれの部とか課だけにとらわれるんじゃなくてパッと目についたら あの担当の部長課長に行ってこれをもっとアピールすべきだとかこういうことで市民はすごく喜んでるし、えー、非常にあのいいことだっていうことで評価も高いよというようなことがあったらですねそういうふうに行ってそれをすぐに広報に伝えで広報は、えー、定例の記者会見においてもただ単にスケジュールをこなすというだけでなくてね何に一番重点があ あるのかというそういうふうな人のレイアウトをちゃんと持ってですね話をすると、まあ、もちろんあの冒頭に私が挨拶しますからそういうふうな情報が分かっていれば私も出します。で、ただ私としましてもですね、えー、これは変えてくれるんだろうなと思ったことが書いてくれないこともあってね、それははい表紙抜けするわけです。それは例えばね、えー、先ほどからずっと話が出ている。 例の,あの勝山高校の勝山人学習これ素晴らしい企画ですよでそれも1年生あの時確か182年2人全員があの勝山の市役所へきましてですねそ,そして私があー基調講演をあの市民会館の大ホールでやったんで,すでこれは自分自身言うのはおかしいけど非常にいい話をしたと思ってますよ。 だからそういうのは一切載ってないからねこれは何だというふうに思ったわけだからそれはだけどねやっぱりアピールの方法が足らなかったし熱意が足らなかっただから私もこうしてそういうふうなことに力を今入れてるしその情熱を持ってるからねその情熱を市の職員全てがやっぱり持ってほしいと思うわけですね。でそそうううすればあたら、あのー、新聞記者もそういう勝山市の おお情熱という形で受け取れば書いてくれるんじゃないかなというふうに思っています。まあ今日は聞いているでしょうから、ぜひ頑張ってほしいと思っております。どうかよろしくお願いします。二番はい。二番。はい、どうもありがとうございました。えー、市長の重要政策の一つ三つのうちの一つにやはりあの柏山市の魅力 の発信というのもございますので、やはりあのその思いで、我々も発信していきたいなというふうに思います。どううもありがとうございました